やっほー、ヤジキタウンザロード中野美香です。最高の気持ちです。いやー、これ見る以上に結構背が高さがあるんで、より雄大に砂丘全体を見渡すことができるんです。今日はこの鳥取砂丘からこの砂丘近くのある名産にスポットを当ててまいります。行ってきます。気持ちいい。私、砂丘でらっきょうって存じ上げなかったんですけど、やはりあの砂の目が細かいっていうことが一つあると思います、うん、それと非常に余分な肥料分が少ないっていうこともあって、非常にあの繊維としては緻密で、まあ食感で言えばもうシャリシャリ、シャキシャキ感っていうのがこの福部のらっきょうの売りでもあります、よその産地にない食感と色とっていうことで、はい、じゃあもう旨味、栄養素がギュッと、そうです凝縮されているのが、まさにその通りだと思います。砂丘らっきょうというわけですね、はい、ちょうど出荷がスタートしたばっかりということなんですけど、これ収穫体験なんていうのすごい興味があるんですけど、はい、大変組合さんバタバタされてますけどあの、はい、大変忙しい中ですけど、多分あの見させていただけると思います不思議なんですよね。ここも一面砂なんですよ。サラサラの海岸にあるような砂があって、そこにラッキョウが植えられている。栽培が終わったところはまだ砂一面ですし、ラッキョウのネギのような葉っぱがこう植えられているという状態です。焼きラッキョウ、さっき生で畑で食べたけど、はい、ちょっとあの趣向を変えて、えあのお醤油とね、お酒とみりんと砂糖でちょっとタレを作って、はい、それに焼いたらっきょうを浸して食べる。浸して食べるだけ、うん、美味しいよ。はい、いただきます。うーん、美味しい。あとポンポンポンって膨らみというか、弾力がちょっと増しましたね。そうなんですよ。今日の天ぷらを作っていただいています。もう本当に衣で和えて、らっきょうを油に今投入して、いい音ですよね。らっきょうの天ぷらを作っていただきました。衣に本当にね、取れたてのらっきょうをこうあえてさっと、まあ、あの天ぷらにしたんですけれども、早速ですがいただきます。取れたて揚げたてですよ。いただきます。うん、こんなの私いただいたことないです。目から鱗ね。初めていただきました。よかったよかった。そうやって喜んでくださったら一番嬉しいわ。今日はいやどんな風に料理しても、うん、やっぱりこの砂丘らっきょうっていうのは歯ごたえ、シャキシャキ感っていうのは失われないんですね。そうなんですよ。もう本当ね、これが命なんですよ。だからもう生産者もこのシャキシャキ感をいかに保つっていうことで努力して作ってるんです。お名刺拝見していると、毎月10日、20日、30日はカレーを食べましょうと、みんなカレーを食べようというふうに、はい、書いてありますけども、デートつく日はカレーの日でね。あ、はい、なるほど。月に3回食べてもらったら、うんうんうん、まあ日本一維持できるかなと思ってやってたんです。今2位になっちゃったから、はい、2位になっちゃったんですよね、はい、よりそれを強化して、そうです。なんとかまた鳥取県が1位になるように、いろいろ頑張ってるんですが、はいはい、鳥取カレーの素っていうルーを作ったり、はい、今ゴールデンケチャップっていう、まあ、あのカレーのパウダーが入ったケチャップとか、うんうん、新しい商品ですね。あとこれからはカレーのちゃんぽん作ろうと思ってます、はい、やっぱり女性の就業率が高いっていうか、共働きですね、はい、やっぱカレーは作り置きできますよね。あとバリエーション、まあ、いろんな一回作っても、はい、いろんな形にこう、うん、あの変えていけれますし、はい、あの鳥取の町にもね、美味しいカレーを食べさせてもらえるところお店もありますし、ぜひ鳥取に来たらカレーって思い出していただいて、はい、食べていただきたいと思っております、はいはい、鳥取駅前に来ています。
中高生の姿結構いるんですけどね、平日のちょうど夕方ということもあるんでしょうか。今日はいろんな出会いがありました、いろんな人との出会いがありましたけど、鳥取の人たちってみんな本当に明るくて元気でパワフルでした。たくさんのパワーを分けていただいたような気がします。やっぱりこの自然とか美味しい空気とか、そういうのが人を明るくさせてくれるのかなと思います。その人たちが明るくなって、より鳥取が魅力的に感じられる、そんな風に感じました。やじきたオンザロード、旅人は中田美香でした。